ヘラクレスの頭でパッカパッカ。やっはらー、皆さんこんにちは、みやびんでーす。はい、本日は、何語るの？茶。わかりません。ひもじお願いします。カブトムシ。はい。カブトムシ。はい。カブトムシ。ヘラクレスオオカブト。貴重な。やつ？カブトムシってアイコだっけ？うん。カブトムシ。そんな曲じゃないで、絶対。今日はですね、前話しました。はい。刺激の話の。刺激中毒の話の。うん、刺激中毒の。うん。そのね。うん。その後？その後。続きあるんですよ。あったんだ。どうなるか。はい。あの続きがあるんです。ほう。あの続きが。シーズン2だね、今日は。うん、まあなんかね、青汁くんもね、うん、同じことを言ってたような気もするんですが、うん、違ったかな、うん、どっかで見たかもしれないんですが、はい、同じことを言われちゃったとか思ったんですけど、うん、皆さんの知らない世界を、はい、話したいと思います。お願いします。タイトルは、刺激中毒の行き着く先は。行き着く先は。最終的にどうなるか。じゃあ最終章か、今日は。またね、猫がうんこし始めましたけど、ブヒッとか音入ったかもしれないですけど、ね。すごい音だったね、今。また下痢っぽいですね、今日ね。臭そう。また臭いの来ますけどね。やだもう。しげきさんがね、はい、どこに行くのか。はい。まあ、西条しげき作って、ね。簡単な話するとね、はい、これね、名前は出さないですよ。うん、実は、全部これから話す話は実話です。名前は出しません。うん、で、まずね、ね。まあ、刺激中毒になった方。はい。じゃあ、ミュージシャン、うん、芸能人、うん、芸能界編。うん、まあ、ね、デビューして、草。臭いんですけど、うん、デビューして、うん、人気が出て、成功して、うん、まあ、ワーキャーワーキャー言われ、うん、もう、どん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 人気が出て、うん、ね、どんちゃん騒ぎもし、うん、ツアー行けば、うん、どんちゃん騒ぎをし、うん、女の子をお持ち帰りし、はい、やっていきます。はい、そのイメージあります。とても刺激的です。はい。そして、どん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 、そのまま、落ちぶれることなく、売れていきます。はい。刺激が。刺激が。となって、結局、その方は、覚醒剤に走りまして、はい。バンバン。っていうか、もうそれだけじゃなく、様々なドラッグ。やるようになり。で、呼んだ女の子にさせて、うん、まあ、もう、異常な、間具合を、楽しむわけですが、うん、結局それが、どんどんエスカレートしていって、ですね。これ分かっちゃうな。ファンだったらわかるな。やめとこう。え？結末のをちゃんと言うのは。うん、結局ね、そのね、もうさ、シャブとかやってるとさ、周りもわかるわけですよ。うん、で、大体芸能人の場合って、垂れ込みなんですよ。ね、マトリの方とかに、うん、あいつやってますよ。だいたいこことこことか、自宅でとか、この家でとかって。だいたい恨み買うか、妬まれるかで、身内っていうか近い人間からの垂れ込みなんです。チクリなんですよ。から、んで、もう、で、そういう時って、ね、警察の方も、もうこれ 100% じゃないんですけど、例えばね、まあ、これも裏話になりますけど、大きな、まあ、事務所だけでなく、まあ、会社、うん、
っていうのは、うん、警察の OB とかがね、うん、結構入ってるんですよ。あ、そうなんだ。うん。で、そういうのがあると、情報が回ってくるんです。うん。んで、そろそろ逮捕されるぞとか、今内定中とか、うん、内定って警察がもう内定してて、うん、証拠掴んだら逮捕しますよっていう情報が来るわけ。うん、で、事務所が事前にそれ察知したんで、うん、脱退させると。うん、捕まる前に、うん。で、脱退後見事にすぐ逮捕されてるんで。だから、バンド自体には影響なかった。うん、っていう風になるんですけど、うん、まあそういうね、芸能人とかだと、まあ沢尻さんとかもそうですけど、うん、もう、毎晩クラブ行って、決めて、うんうん、決めて。どんちゃん騒ぎとか。うん、まあ、やるようになっちゃうので、うん、結局それで終わると、うん。で、これがね、今度じゃあ、経営者とか実業家になるとどうなるか。うん、まあ、青汁くんもね、なんか、Z リーさんっていうね、まあ、ツイッターで何十万フォロワーもいて、悪い人たちをなんか暴、なんか懲らしめるみたいな人がいるんだけど、うん、まあ、その人のね、なんか対談というか、うん、取材に行ったところで、帰り討ちに会ってたんですけど、いや、青汁さんも、なんだかんだ言ってあるじゃないですか。ネタありますよとか言って、僕のですかみたいになって。いついつのあれで、セクシー女優さんたちと合コンした後、3人持ち帰ってますよね。5人だったか4人だか忘れたけど。うん、えって青汁になっちゃって。うん、で、結局、ね、そこ、青汁も、青汁君はそこを認めるので、うん、いや、僕の青汁が暴走してる時代があったって。で、まあ、大体そこから、実業家、うん、お金を持つと、まずどうなるかっていうと、お金をもう本当に半端ない金額持つと、人脈か何かもできるから、うん、好きに女の人といたせるようになっちゃうんですね。うん、やりたい時に、やりたい女性と、とっかえひっかえ、やるじゃないですか。うん、当然、飽きるじゃないですか。うん、だって、やりたいことできちゃう、うん、で、変な話、まあ、それがセクシー女優さんとか、うん、まあ芸能人でも、うん、まあルートがあれば、うん、あのことしたいとって、うん、できちゃう場合があるので、うん、ともうね、もうより刺激をってなるじゃないですか。うんうん。そうどうなるかっていうと、もうね、変態プレイに走っていくわけですよ。そうやって世の中の変態が生まれるのか。だからもう、まず普通の人って、うん、こういうね、綺麗な女性としたいっていうのが一般人じゃないですか。うんうん、でもできない、うん。で、彼女できて、うん、やったみたいな。うんそれが実業家になって成功して大金持つと、うん、あの女やりたい、できる、うん、この女やりたい、できる、うん、お持ち帰りできる、うん、それ普通になっちゃったら、うん、もう今度はもっと刺激のある間具合を、うん、ってなって僕の知ってる成功した実業家さんとか先輩のね、うん、僕より上の、うん、だとまあ、大体ね、3パターンに分かります。あらゆるドラッグを使って、いたす系に行く人、うん。で、それで、まあ僕は知り合いじゃないけど、ね、俳優さんで、うん、クラブのママかなんかと、そういう恋をして、うん、相手が死んじゃった過剰摂取で、うん、大事件になりましたけど、うん、そういう風になったりとか、うんまあ、ドラッグ薬系を使って、まあ、異常な間具合を致すと、うん、いうふうに走るか、うんもう一つ多いパターンが、うんね、結構これね、すごい偉い、なんだろう、僕より全然上の、うん、もう権力者と呼ばれる人たちで、うん、何名か知ってるんですけど、
赤ちゃんプレイに走ります。ね、やだーバーブー。もうね、やだ、結局自分にさ、頭下げてくる人しかいないから、うん、まあ、用事帰りするのか、うん、自分が、だから赤ちゃんプレイするか、もう一パターンは、SM に走って、うん、S の方じゃなくて、M になります。はい、女王様に、使える方に。やだ多分普段偉くてみんな頭下げてきてやってるから、うん、その逆が味わいたいのが欲しいんだね、うん、そっちの刺激にいっちゃうの、そう、そんな感じの方とかも、いらっしゃるんで、実際、うん、結局刺激中毒になってそれが当たり前になって、行き着く先はそういうことになって、でそれが薬とかの場合は逮捕されて人生終わりになるし、うん、女の系のその変態プレイとかに行く方は、週刊誌とかにリークされる、その女の人からリークされるじゃん。うん、何々さんとの赤ちゃんプレイみたいな見出しで、うん、実はこうだった、うん。で、また人生積むじゃないですか。うん、結局そうなっちゃうので、ね、もう、なんだろう。ほどほどが一番いいなと。うんうんうん、みやみは今まさにそうで、そうでってあの、男女の関係じゃないですよ。びっくりした。あの、段階的に、うん、例えばあの、あ、マーク・ジェイコブスのあれが欲しいなぁ、でもなぁ、6万円もするから高くて買えないとか、あ、あれ可愛い欲しい、あ、でも3万円か、あ、我慢しようとか、うん、そういう時がね、うん、一番楽しいんですよ。それに向かって頑張ろうっていう目標ができるからね。まあ、目標もできるし、うん、そうやって結局、まあ、僕も何でも欲しいもの買えるところまで20代で行きましたけど、うん、もうね、飽きちゃって、うん、物欲がゼロになる。ああ、それ悲しい。何見てももう、ああ、向こうだしな、買ったしなとか、うん、ああ別に金張れば買えんじゃん。っていうモードになっちゃう。悲しい。楽しくない。ああ、これ100万か、うん。別に100万払えば買えるし、って言って。何も欲しいものがなくなっていってしまうってなっちゃうので。欲しくない、そんなの。だから結局お金の使い方も刺激だから、うん、ね、そういうハイブランドから始まり、うん、今度は数千万する時計に行き、うん、クルーザーとか船に行き、うん、車に行き、うん、で、最後、プライベートジェットとか、どんどん金額が上がってくるじゃん。うん、でも、全部買えるようになっちゃったら、うん、もうね、前澤さんみたいに、宇宙旅行行きますとか。確かに。もう果てしなくなるんだけど、うん、僕の場合はもうそこでもう物欲というものがなくなってしまったので、うん、やっぱ一番楽しいのは、お金がない、頑張ってる時期に、あれ欲しいけど買えないけどとか、頑張って買えるようになろうとか、貯金しようとか、貯めて買おうとかって言ってる時が一番楽しいです。うん、で、それが正常です、うん。なので、それで頑張ってお金持ちになって成功するのはいいんですけど、成功したら僕が勧めてるのは、で、僕の友人のね、ニューヨークにいる長さんとかも同じ考えなんですが、うん、もう成功したら40歳で隠居しましょうと。うん、もうで、好きにのんびり暮らしましょうと、うん、それ以上行こうとするとそういう刺激中毒のおかしい人になってるの でそれでなんか事件とか告発とかされて、うん、週刊誌とか載ったりして、うん、最悪の余生に変わるかもしれないん で、うん、でやっぱもう例えば自分で決めといて、みやみだったら有名になって、私はずっとキキリンさんみたいに最後の最後まで俳優でいられればいいってやるか、お金だったら例えば何億円稼げたらもうお金は稼がないって決めるか、うんうん、そこで好き勝手、まあ引退しなくてもいいんだけど、うん、出たい作品にしか出ないとか、お金のためにはやらないっていうふうにするって決めとかないと際限なくいくので、うん、人間は、うん、だから皆さんも目標を決めて、それを達成した後どうするかまで決めておかないと、うん、刺激中毒患者の行き着く先と同じことになってしまうので、うん、はい、まあ、今回は樽を知るという、ね、もう
達成したらもうそこからはのんびり暮らすと、うん、刺激を求めない、うん、平和に暮らすっていう方が絶対いいので、うん、刺激ジャンキーにならないようにという、はい、この間の続きのお話をしました、はい、ちょっとね、うん、まあお金持ちってそうなっちゃうんだと思ったでしょ、うん、うん、思った、うん、結局そうなってしまうので、うん、で恋愛にしても男女関係にしても、うん、女性の方はイケメンとかこういう人と付き合いたいなとか、うん、あると思うんで、うん、で男は男で自分の好みのこういういいタレントだったらタレント、うん、と付き合いたいなと言ってる時が一番楽しいんですよ、うん、それが当たり前になっちゃったらもうダメになっちゃうので、はい、そういうお話でございました。はい、というわけで、私は、はい、ドライです。シュッシュッシュ。はい、今回もためになったお話でしたが、なんか改めて、まあ、私も結構ね、ああこういうのいっぱい欲しい、これも欲しい、あれも欲しいって毎回毎回いろんなね物欲にまみれて生きてるんですけども、その中で自分でなんかそのじゃあこれクリアしたら買おう、ご褒美に買おうとか、誕生日に自分でこれ買おうとか、そういうの決めて生きてるから今楽しいなって思うけど、そうじゃなくなった時の人生ってどうなるんだろうって想像しなかったから、なんか改めて聞いて、なんかなるほどねみたいな、そういう感情になっちゃうんだな、寂しいなって思ったから、なんか私もある程度やっぱ目標を決めてなんか人生設計していきたいなって思いました。皆さんもね、そういう風にね、今後改めて年齢関係なく今からでもねできると思うので、ぜひねやってみてほしいなって思いましたね。はい、今日もありがとうございました。よかったらコメントと高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあねー。